はい、ルミナラ雪風滝和人です。さて、私のこの元口 V7、雪風号と呼んでますけども、この私の元口 V7 2013年モデルなんですが、9年目のシーズンに入りました。で、丸8年走り9年目のシーズンに入って、総走行距離が37,000、今759になってますけど、まあ37,000キロ、まあ、そんなに走ってる方じゃないですね。むしろ少ない方だと思います。まあ、しかし、まあ、旧シーズン乗って未だにこう乗り続けている。で、別に、乗り換えるつもりもないというので、かなり気に入っているマシンではあります。元グッチイタリア製の、マシンなんですけれども、例えば初めてのこの外国の車だったんですけど、買う前は、耐久性はどうだろうとか、どれぐらい持つのか、あと故障しないだろうかとかですね、あと、まあ、風評として、あの雨に弱いんじゃないかとか、なんかそういうようなことを昔はね言われたみたいなんで、だいぶ気にしてたんですけど、まあ、雨で止まったことはこの8年間一度もなく、雨でも、走れますし、ね、それから、ね、最大馬力の50馬力っていうのも、まあ、ツーリングで行くには、パワー不足を感じることもなくですね。で、排気量が 750cc 弱ありますので、まあ、7半モデルですので、50馬力とはいえ、低速からトルクがあるんですね。で、2800回転で、60ニュートンメートル、6.0kgm 約ですね、のトルクを発揮しますので、街中でも、加速が鈍くて車に突かれそうで怖いとかそういうことは、全然なく、まあ、その気になれば、まあ、一分けで、車の列を後方に追いやることができる、それぐらいの、まあ、パワーを持っていて、なおかつ速すぎてアクセルが怖くて開けられないとかですね、どっかへ飛んでしまうんじゃないかというような、そんな恐怖を感じることもなく、非常に快適にツーリングライフを送っています。で、ツーリングマシンとして考えたときにどうかっていう話を、今からちょっとしてみたいと思います。まず、ツーリングマシンとしていろんなことが重視することっていっぱいあると思うんですけど、まあ、そのうちの一つは燃費ですよね。